僕、まあ、もうその窓開いてるので、多分反対側の部屋に住んでる人とか、またあいつ黄色いパーカー着てなんか一人でずっとパソコンに向かって喋ってる気持ち悪いって思われてると思うんですけど、でも別に僕覗かれてもそんなに困ることをやったことがないので、別に覗かれても全然困らないんですよ。で、僕お酒飲みながら喋ってるじゃないですか。要は理性がない状態で言ってはいけないことっていうのを自分が言うのかどうかの確認をするっていう作業をずっとやり続けてるんですよ。なんでアルコール度数の高いものとかもわざと飲んだりして、で、なんかたまにすげえ酔っ払って何喋ったか全然わかんないっていうことがあるんですけど、とはいえなんか本当にひどいことはどうやら言ってないらしいぞっていうのがあるんですけど、まあ、たまにマスクかぶってる人を蹴ったりしてて、あ、こいつ本当やべえなっていうのを、まあ、見たりするんですけど、っていうのもあって、別に僕自分が何を考えてるかとかを他人に聞かれて惹かれるのも別に気にしてないんですよね。いや、その酔っ払って他人を蹴ってるのも含めて自分なので、あ、僕ってこういう人間なんだっていうのが分かるので、なんでその他人に覗かれるとか見透かされるっていうことが別に僕マイナスだと思わないんですよね。なので別にああそうなんだ、見透かされるんだ、へえっていう形で生きていくっていうのでも全然生きていけると思うんですけど、悟られっていう漫画があるので、もし興味があったら立ち読みしてみてください。